なんかロード長くなった気がするんだけど、気のせい。それ多分そっちの調子が悪いだけど。OK。なんかヘリ飛ばしてるし。へい。まずは、ちゃんとユニダットか何かを調査しないとな。待って、ドローンが追いつかない。ドローンが追いつかない。ヘリが速い。何かに見つかるんだけど、何に見つかったの俺。え、あ、ミサイルだ。ほう。さよなら。あ、こうユニダット。あ、ミサイルまた行ったよ。開 いて当る。たったー。オッケー、まあちゃんと調査してこう。ユニだとここ、ユニだとここ。やべ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 。あのさ、バグかもしれない。あの、ドローンをね、地上に降り立って使ったらね、一瞬死亡マークが 出るんだけど。なんだそれ。3人目がいた。やつで5人だ。スナイパーだ。これで見える。サブマシンガンを持ったターゲットがいる。こいつやっちゃおう。また、監視と2人だし。監視とは本当だ。やっちゃうか、まあ、2人とも。どっちもいける。2番いけるわ。じゃあ1番。OK、スリー、ツー、ワン。タンゴタン。あ、この、あれ？死体発見。そんなバカな。ここ入り口あるんだけど、ちょっと待って、中葉はカーを呼ぼう。パック語りに乗何りに突物をっ込む頼む。の？遠いんじゃ。めっちゃ警戒されてない？大丈夫？大丈いや、全員警戒してるよ。夫。いや、さっきとそんな変わってないから大丈待って、電源装置とかありそうな気がするけど、ここ。あれ、ないな。夫。へえ。ない。ならもう、ポンポンやっちゃうか。このハイブリッドサイトというのか、これは。強い。3倍と1倍に切り替えができる。見つかった。お。からじゃ何も打てねえな。ちょっと傭兵さん呼ぼう。反乱軍に増援を頼んだ。コピー。そして仲間が向かう。け、武器回りはもうほぼ OK だよ。回収。いいな。こいつは使えそうだ。回収？さあ、ヘリ使って逃げよう、早く。早くない。はよはよ。いてていて。ここは俺が引き止める。回収した。あ、グレネード投げてきた。最低。あ、ヘリ生きてるかな。死んだ。死んだね。逃げよ死んだね。あ、しかもここの鉄格子、こっち通り抜けられた。よし、次どこ行こうかな。こっちだね。ああ、ファストトラベルできるけど、ちょっと追跡とかないと。ベクターね。ベクターか。なんかここもユニダットっぽい。何が見えわ、る？ユニ、
超紫。ああ。めっちゃ調査しないと。ああ、でかい。でかい。もう、ほんとめんどくせえな、この地域。ユニダットしかいないじゃん。いやレベル5かよ。ゲートロン出すわ。ああ、電波障害。最低。はい。武器だけ回収しちゃおう。おう。あのヘリには反乱軍の役に立つ物資が詰まる。無視、無視、無視。よし、一個警報壊した。おっとっと。塔にスナイパーがいる。あそこね。いや、結構相当慎重に行かなきゃいけない。まあ、入り口は慎重に行こう。よし。待って、横にいる。あ、目撃された。誰に目撃されたのかがわからない。あ、いた。サブマシンが思ったやつを見つけた。あとどこだよ。どっかにいるよきっと。ハンドガン、こん中しかありえないやろ。いた。ちょっとちょっと、腰ダメ、腰ダメ、危な。OK、はい、回収。このさ、たまにまっすぐ飛ばないときあるよ。腰ダメ。腰ダメは信用してないから。スキルポイントではなくて、次、角曲がっか。よし、あ、これラストだ。やっとだ。メディアルナブラボー行こう。メディアルナブラボー。あー、そこね。ストップ、ユニダット。川から行こう。あ、ストップ、ここ警告だった。突っ込んだらダメだ。橋から行かないといけない。はい、左に監視塔があるよ。監視塔のやつ一人だけやっちゃうか。うん、ハイブリッドサイトがこんなに役に立つなんて。ドローン飛行中。よいしょ。反乱軍に新たな敵を発見。あ、少ないね。やっちゃおう。少ない。左のやつは、はい、うん、あと2人。あ、これだけか。これ中に、おう。バキ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 。あ、カードみたいなの落ちてる。よし、回収完了。よしよし。輸送スケジュールがある。カルテルが飛行機を使って離れた拠点に物資を運ぼうとしてるらしい。だってなんかボスらしいボスがいなかったからあんま新鮮味がないけど。メディアルナクリア。うん、じゃあ終わりますか。デッテイユ、残りの地方8つ。お隣さん行くよ。タバカル。タバカル。すぐ終わりそうだね、3だし。どうだかね。そしてモンテブンが次、その次。PN なんとかもある。うん、PN ってとこ行こう。その次は。まずメディアルのアルファ行くか。はい。ヘリあるからヘリで行こう。
ただこの地方だけはほんと一歩も足を踏み入れてないから、行ってみないと全然分かんない。乗った？あ、待って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 、あ、俺今ロード中だぞ。ユニダットのヘリが2機もいる。やば。なんで？お前、お前な、なんもしてない、なんもしてない。早速バレたんだけど、どうしてくれ。なんもしてない。落とせ。ちょっと待って待って、サプレッサー外してねえのまだ。落とした。追跡されてるのお前。今のスナイパーは HTI と、間違った間違った。HTI というスナイパーです。なんで、なんもしてないけど。とんでもねえ地域だろ。もうここ二度と来ねえぞ。え、リアルな。これ、あ、こっちか。タバカル地方。タバカル。あ、早速。早速下に街があるけど、なんかボーマンから無線来ないかな。来ない。あ、タバカルアルファ解除される。とりあえずまずは副官を。副官いる？いないな。ここ真っ赤だけど。真っ赤だけど副官を探さないといけない。副官どっかにいない。絶対ここストーリーだろ。武器もありそうだけど、まず副官探し。副官探してマップで。あ、いた。あ、いた？いたいたいた。お、あ、これもしかしてお車。お車だ。あれだ、下のちょっとかっこいい車だ。なるなら先回りしてタイヤ打つか。車壊しそう。タイヤだからな、タイヤ。スナイパーで撃ったらいけないよ。よしよし、伏せて向かい撃とう。ボーマン、タバカルについた何か情報あるか。タバカルは昔コーヒーの産地だった。でもこの数年でサンタブランカはコーヒー農家をコカ農家に転身させていた。あれは今じゃカルテル専属の農家になってるわ。来た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 。カルテルの大物マドレコだよ。ああいうタイプ。コカ農家は彼女を恐れている。今送った映像を見てもらえば。そこで撃ったら途中で俺も降りられる。彼女はタバカルを自分だけのカルテルのように支配して。よし、生きてる。コカの葉の生産からトラックと列車に乗ると農家や自動車の全てが非常なまでに効率的に。あいつタイヤ打っても全然止まんねえぞ。と連絡を取ってるんだけど、誠意を示せば私たちに貸せ。ちょっとお前車くれ。よし。信頼を得る方法は2つある。1つ目はチャベスという老齢のコカ農家。コカの農家たちがカルテルに立ち向かうよう説得しようとしていて、農業組合で演説をするつもりよ。そこで彼と会って守ってあげて。あ、民間人。この地域でカルテルがコカを取り立てている農園は一つしかない。あの車ずるいな。コカを受け取ったカルテルを襲撃して、それでコカの。この地方めっちゃちょうどいい車じゃん。ずるい。あ、新しい映像来た。いやもう本当2台の車であの車借り立てるとかメリケンか。乗り物を。あ、待って、副官もう一人いたんだけど。え、あ、本当だ。こっち俺追いかけるわ。かっこいいスポーツカー乗り上がって。運転うまいですね。待って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 。あー、ちょっと洗脳差が出てる。よし、オッケー、確保。農業。何か情報をよこせ。くそ、止まんねえこっち。オッケー。スキルポイント。スキルポイント、こっち頑張って止めるわ。こっち相手スポーツカーだぞ。こんなトラックで。待て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 、俺ちょっといい車を奪ったから。こっちに、あーっとっとっと、こっちに合流してくれてもいいんだよ。今向かってアタック。よし、降りた。あ、オッケー。おっと待って、目の前にカルテルいた。そこ俯瞰だらけだよ。あったく。さて、
呪文タイム。情報をよこせ。よし、武器。話してやるから。で、さっきのうちにもう、あれ？また副官か、あれ。いや、もう武器は分かったからいいや。さっきのボーマンとの会話で映像が来たんだけど、はい、映像見れるかな。あ、ここおばあさんだ。ばあ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 言うな。あ、映像来てるから見てみるね。ルペルタ・ファロ、通称マドレコカ。タバカルはコーヒー栽培が盛んだったんだけど、カルテルが利益の大きいコカ栽培を強制した。イタリアンローストを鼻から吸ってみれば理由がわかるはずよ。でも喫茶店ではやらないでね、怒られるから。マドレコカは幼い頃からコカの摘み取りをして育った。違法なコカ農園では児童労働法なんてものはもちろん存在しない。骨の折れる過酷な仕事よ。彼女は息子に明るい未来を願ってた。でもパブロはコカイン中毒で死んだ。息子を殺した商品を作ることをどう受け止めたのかしら。ほとんどの人なら道を改めるけど、マドレコカは逆だった。タバカルの人々にその怒りをぶつけた。自分と同じ苦痛を無理強いしたの。彼女は暴君となり事業を拡大した。人々の反感を買ったけど対処した。エルヤヨの公園でカルテルで大きな力を持った。昔からよく言うけど、ママには逆らうなってことね。はい、この地方はコカおばさん。また麻薬かよ。ここは昔コーヒー栽培盛んだったけど、カルテルに押されて、うん、ほぼコカ農園になっちゃいましたっていうところ。はあ、コーヒーが良かったな。本当の。で、それもう武器のとこ来てるからワープしてきてくれたら OK。あ、OK。せっかちかな。暇なんだよ。ストーリーが重要なんだよ。来た。こいつを脅して恐怖を広めてもらうか。おう。なんか警戒されてね。されてた。というかすごい勢いでこっちに向かってきてる。謎のなんだあれ。ターゲット排除。お、車両。おお、なんだなんだなんだ。あ、どうした。なんなにそれ。あ、それ脅迫するやつ。あー、逃げちまう。ちょっとあいつを追うわ。その後武器取りに行くわ。待って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 、またタックルしてやる。お、なんで副感覚。またアタック。西部警察。敷地を止まんない。止まんねえ。かたくなに止まんねえな、畜生。ちょっとラグ。よし。はい、ちょっと協力してくれれば悪いようにはしない。はい、脅迫タイム。お前泣いてるのか。俺たちが来たことをボスに伝えろ。お前の相手はもっと大きくなってからしてやる。やめろ、伝える、許してくれ。伝わったと思う。オッケー。ちょっとちびってるぞ。仲間にも悪いものにされる。反乱軍の反応が楽しみだ。あ、そっち戻んないと。ワープしちまった。じゃあちょっとまだそこにいて、そっちにワープするわ。こっちを取ったら、だからバイク事故を防がないと。よし。革新幽霊偵察部だ。そうです。武器ケースがあるぞ。
白神幽霊偵察部いいな。あ、そっちね。また副官いるの？副官はなんか3人ぐらいいるよ、ここ。多いな、おい。到着。カルテルね。うん。カルテル。お、赤色。今さ、この ACR 使ってるわけなんだけどさ、うん。デフォのマガジンが20発なんだよね。で、うん、1段階目の拡張マガジンが30発で、一番上の拡張マガジンが50発っていうね、すごい3段階の角マガがあるんだよ。だからどこで手に入るかな。反乱軍にエリアの偵察を要請した。これが敵の位置情報だ。メダル1。 OK、 警戒は解いてるね。今どこ地方、うん、今はいつも見ています。ここタバカル地方、コカおばさんが占拠するタバカル地方。なんだなんだなんだ、反乱軍すごいドリフトかけてる。よし、敵を減らしていこう。はい、こんにちは、マコン。ここ遮蔽物多くて隠れやすい。うん、やりやすい、ね。ドローンを展開する。奥のモヤモヤ最高。ん、このモヤモヤ誰誰じゃねえ、どこだ。あ、あれか、あ、これいた。んー、これを撃てばいいのか。 OK、 見ろ、武器ケースだ。ゲッチ、俺のブーツに合うな。あれ、副官なのか。簡単に捕まえることができそうだけど、うん、捕まえちゃうか。てかこれ民間人じゃね。静かに。あ、違ったわ、民間人。聞いちゃい、聞いちゃい。こっち見て、あーとか言ってた。何か情報をよこせ。反乱軍と襲撃物資何でもいいよ。輸送ヘリの情報、やばいやばい、見られてる見られてる。簡単に奪えそうだ。ん、あ、あれか、さっきから何見られてるの。あいつだ。あ、おう。で、この上の情報取っちゃえばもう副官は湧かないでしょ。うん、こっちだ。そっちか、任せた。で、武器集めもいいけど、ここストーリー進めないと。うん、メダルにエイム時間 10% 短縮とかある。なんだそう、何、どんなメダルについても 10% とか 20% とか。うん、じゃあこれ行こう。マドレコカの部下が毎晩地元の農家で収穫されたコカの葉を回収しに来る。ストーリー、ストーリー。その連中に奇襲を仕掛けて、もうこれまで通りにはいかないってことを思い知らせてやって。あれ、なんでこんなとこに戦車あんの。戦車 APC がある。ほほ、乗っちゃいなよ。登れねえ、登った。ちょっと目的地が遠いけど、ガンナー席行くぜ。ここのガンナー席なんだ、どんなの。お、やばそう。何これ、これ運転が難しいんだよね、 APC。 まずは偵察だから、いきなりドンパチしたらゲーム終了になっちゃう。お、やべえ。まあ偵察ね、偵察。あ、でも最高速度は速いよ、戦車のくせに。おーおー、ごめんな。あ、あ、おい。危ない。おい、民間人がいる。前の車煙出してるわ。これ前の車に何もやってない。爆風があるんだよ。あ、なるほど。スキルポイント無視。
結構危なかった。